2週間前ぐらいの話なんだけど、まあ飲みに行ったのよね。で、マジで酔っ払ってたあの時、ちょっと覚えてないんだけど、次の日イフト見たらディビジョン1に上がってたんだけど、あげたの誰？はいよ、キタスラです。ということで、今回はドリブル講座やっていこうと思う。ということで、今回教えていくドリブル技術は、ドリブルキープ講座。こちらやっていこうと思う。はい、ということで、トレーニング画面やってまいりましたよ、ということで。まあ、ドリブルキープ講座。まあ、どんなもんなんかと言いますと。まあ、今まで教えてきたドリブル講座って、結構突破。うん、この突破って技大事よ。突破っていうところに焦点を置いて紹介してたのね。まあ、突破っていうのは、いわゆる、まあ、相手が目の前にいたら、抜き抜きしてあげるよって感じでね。まあ、下ネタじゃなくて。うん、まあ、こんな感じで抜いていく技になる。で、ドリブルで大切なキーワードが2つあって。で、1つ目は今言った突破。で、もう1つ目が、これ。キープなのよ。やっぱ落とした女も大事だけど、いつ離れてもいいように、キープ。これも大事よ。あ、嘘だよ。これ真に受けるのよ、お前ら。つまり、ドリブルで大切なことは、この突破ともう一つキープ。この二つを組み合わせることで、真のドリブル突破ができるわけよ。で、そのキープの方を何ぞやと言うと、まあ、こうやってドリブルして、で、クイクイクイと、こんな感じで背中を向ける。相手に背中を向けて、ドリブルをキープすること。これがキープの真骨頂。よくさ、背中を向けることは武士の恥的なさ、言葉あるじゃん。これ、イーフトだと、全く別の話。背中を向けることは、英雄。で、これ背中でキープをするコツとして、俺がよくやるパターンなんだけど、これ立って前ドリブルする。そしたら、一回後ろに下がって、で、もう一回前に行く。これ相手にね、めっちゃ刺さるのよ。相手騙されるんだよね。こうやって言って、後ろ行く。おう、じゃあ、なんか来んのかなと思いかけして、これ立っていくと。この騙しのね、ドリブルキープめっちゃ強いんで、真似してくれ。あとは単純に、こんな感じで一周するね。一周してキープしながら縦に突破していく。こんな感じで、まあ、背中を使ったドリブルをうまく使うことで、相手をね、かわすっていう手段にもなるので、これめっちゃ大事なんでね、覚えてくれ。で、ぶっちゃけキープについてはもう以上なのよね。あとはひたすらこうやってメイソンマウント対峙してる時にこういう感じだね。背中をこううまく使っていく。で、行きたいからもうこれ、お前来い、お前来い、あ、ほら、ほら。な、お前消極的だな、お前。女に切られんぞ、マウント。マウントばっか取ってんじゃねえぞ、本当に。まあ、こんな感じで、今トリッピア来たね。こんな感じで背中を使う。こういう練習も大事だね。今のファールないのは下せんな。まあ、こんな感じで、一旦背中を使いながらと。こいつなんか背中使いやすいな。まあ、こんな感じで今見た感じで、マグワイア。これはマグワイアが強すぎた。例えばこれ中央に行く自信がない時はこうやって背中を使う。うん。こんな感じだね。うん。こんな感じで使っていくの大事だね。まあ、抜けないな、ちょっと抜けそうにないなと思ったら一旦背中。もうね、あやふやな時は必ず背中を使った方がいい。うん。そういう意識であればこんな感じで、うん。取られないんで。ぜひね、このキープ技術みんなにね、身につけてもらいたい。ということで、今回紹介したドリブルキープ、かっこ背中使いますよ講座の、オンラインでの使用例をね、出していくので、ぜひそちらの方の動画、どうぞ。You're never gonna make it, you're not good enough. There's a million other people with the same stuff. You really think you're different, man, you must be kidding. Think you're gonna hit it, but you just don't get it. It's impossible, it's not probable, you're irresponsible. Too many obstacles, you gotta stop it, yo, you gotta take a stop. はい、1プレイ目なんだけど、ここはね、もうね、駆け引きの神だったね。で、ここ中央いけないなと。真後ろにいるからね。そしたらこれ、背中を使って、まあ、ほぼ1回転だね、これは。うん。この先ほど説明したドリブルよ。で、はい。ここで止まるの俺、脳みそバグってるわ。はいはい、続いてのシーンなんだけど、ここもね、説明した通りよ。一回後ろ向く。で、前にやっぱり行く。このパターン、マジで強いから真似してほしい。猛者とかも多分ね、みんなやってると思う、これは。で、これ、気持ちいいね。で、このシーンは見てて、一旦これ外に逃げる。背中だね、これも。これも背中を使う一種の技。で、ここで、縦に行きの、で、ここはもうね、うん、うますぎるな。で、これまとめなんだけど、見て。ああいった形でターンができれば、いつでもこういったね、形で、落ち着いて、すぐに反転できたりもするので、おすすめ。はい、ご覧いただけましたでしょうかということで、まあもう開いた形よ。もう見た通りよ。まあ例えばこうやって行って、
もう一旦これ背中を使って、で、また前に行ったりとか。このパターンはめっちゃ強いね。だったり、あとは普通にシンプルに一回転ね、こうやって背中を使いながら、ちょちょいちょいちょいと。やれば、マジで抜けるんで、これは本当におすすめ。で、言うの忘れてて、最後注意点なんだけど、こうやってドリブルしてて、いきなりこういう感じだね。いきなりこういう風にドリブルするのは、結構取られやすいんで、逆にこういう風に、こういう、クイクイクイと、ナンタッチ、スリータッチぐらいかけて、こうやっていくのが、コツなんで、ぜひそういったところも意識してね、やってくれ。ということで今後もこういった形でいつも通り、週1でドリブル講座系動画出していくので、皆さんぜひね、見てもらえればと思う。ということで次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。